今日はバレンタインということで豊洲でアフタヌーンティーをしてこようと思います。豊洲に到着しました、ここですね、豊洲ベイサイドクロスタワーの36階に行こうとしています。この絵が分かりやすいですね。豊洲ベイサイドクロスという建物の中の三井ガーデンホテルの中のザ・ペントハウス・ウィズ・ウィークエンド・テラスというお店に行きます。ゆりかもめに乗ってきた場合は1階地下に降りる必要があるみたいです。というわけでただいま地下の1階です。なるほど、ここに入り口があるみたいです。迷いなく36階に行けるようになってるみたいです。36階からの景色すんごいですね。本日のメニュー、この星がついてるのはアイスも頼めるんだそうです。1枚めくるとお茶の説明があるみたいです。このロンネフェルトっていうブランドはドバイの7つ星ホテルでも提供されてる紅茶のブランドなんだそうです。全部そうなのかな。だからウェルカムドリンクのベリーのカクテルだそうです。こっちはアルコールあり、夫はアルコールなし。前菜です。泉台のカルパッチョ、カモ、ハムの盛り合わせだそうです。2杯目はアールグレイのアイスにしました。そしてスタンドが来ましたよ。めっちゃかわいい。これはテンション上がる。さあ、スパークリングワインをいただきます。ルイボスレモンというやつにしました。コーヒーもいただきます。多分これでラストだと思います。ストロベリーフィールズのホットです。いやー、最高のアフタヌーンティーでした。ちょっと終わったら空の色も変わってますね。来た時に使った地下1階ではなく1階に降りてきました。ちょっと装飾が違うみたいです。1階から降りてきました。多分来た時はあそこの2階部分の廊下のあたりから来たんだと思います。地上に降りてきました。空がさらにいい色になってますね。今日はマティスの展示と印象派展に行ってきます。まずは六本木に行きます。さあ到着、国立新美術館。マティスの展示見てきます。
ーティス展すごく良かったです。なんか赤とか黄色とか黒とかを使ってる作風のイメージがあったんですけど、ちょっとこう自分の思ってたのと違うような作品がたくさんありました。ちなみに後半が写真撮影ができるエリアなんですけど、朝一で入ってまず後半を見に行って、でその後頭から見に行くと目玉の展示もたっぷり見られて良かったです。さあ美術鑑賞の後はお昼ご飯を食べに行こうと思います。平田牧場さんのとんかつにしよっかな。これ美味しそう。ドレッシングとかソースとかいろいろあるのが楽しい。ロースもヒレもいただきます。美味しいとんかつを食べて六本木の富士フィルムなどギャラリーに捕まって上野にやってきました。コーヒー休憩。さあ東京都美術館印象派展に来ました。平日なのですが印象派展大人気みたいなので、もうちょっと散策して閉館近い時間に狙いに行こうと思っています。上野東照宮です。さあ戻ってまいりました。印象派展面白かったです。印象派の影響を受けて描かれたグランドキャニオンが見られたりしたのが楽しかったです。今三菱一号美術館で図録を配っている、無料でいただけるというキャンペーンをやってるそうなので、いただきに行ってきます。今日はバスで行きます。我が家からは東京駅方面は意外とバスが便利です。改装中みたいです。改装中のカバーまで美しい。行列ができています。夫婦で一冊ずついただいてきました。ありがたい。今日はキュビスム展に行ってきます。さあこちらですね、パリポンピドゥセンター。パリで2回行きましたね。キュビスム展行ってきます。ご飯を食べようかな。キュビズム展、キュビスム展、すごく解説が丁寧だったので、あんまり知識がない私にも楽しく鑑賞できました。そして恵比寿に来ました。東京都写真美術館に行きます。
見る前に飛べ見てきました。なんか体験が激しかったり表現が激しかったり、見てから飛びました。ありがとうございました。今日は世界一周旅行の時にお世話になった小島さんが帰国をされてるのでランチをしに行ってきます。今日は投資信託協会さんの新NISA全国セミナーでお話ししてきます。日経ホールでお話ししてきます。今日は東京芸術大学の卒業制作展に行ってきます。上野に到着しました。なんかめっちゃ香ばしい匂いがするんですけど、あれなんだろう、ジャパンホットカクテルフェアっていうのやってますね。これと関係あるのかな。あ、でも なんたら焼き、浜焼きとか書いてあるから、あの辺からいい匂いがしてるのかな。いや、いろんな食べ物が出展されてるみたい。学部の展示は東京都美術館で行われているみたいです。大学院の方の展示は、東京芸術大学の中で行われてるみたいです。いや、たくさんいろんな作品見られて楽しかったです。というわけで、帰りはホットカクテルフェア立ち寄って帰ろうと思います。ファーイーストブリューイングのワインともつ煮と焼きそばにしました。いただきます。お土産おにぎり、上野しかないと思ってたけど、新橋にも同じお店がありました。